皆さんおはようございます。柏市長の太田和美でございます。本日は令和6年度柏市総合防災訓練にご参加を賜りまして誠にありがとうございます。また皆様におかれましては、日頃より防災行政はもとより市政各班にわたりまして、温かいご理解とご協力をいただいておりますこと、この場をお借りして厚く御礼を申し上げたいと思います。さて本年は1月1日に最大震度7を記録する能登半島地震が発生して自らの身を守るためのシェイクアウト訓練を行います。シェイクアウト訓練とは地震発生時の正しい対応を練習するための訓練でございますが、頭上から物が落ちてこない安全な場所で低くしゃがむ、身を守る、動かないという3つのステップを実行し、揺れが収まるまで安全を確保するという方法を学ぶものでございます。より安全に逃げ遅れた人を救出する準備を開始しました。